換気扇に吸い込まれず、辺りを漂っていたんです。そう、ドアの下に隙間のないトイレでは換気扇を回しても空気を吸い込みにくい。最近の住宅ではですね、非常に気密性がいいんですね。もう昔のですね、家っていうのはやっぱり隙間がこうどうしても空いていたんですけれども、まあ、現在のお宅ではですね、なかなかあんまり隙間が入っていありませんので、あえて空気の通り道を作っておいてあげないと、先ほどの換気扇の通りがないので、なので、空いたドアを使われている場合は、ドアをこう少しだけ開けて、おくことをですね、お勧めします。もう数センチ程度で、はい、もう数センチ程度で、うん、